大事なのはまだね、負けないこと投げ出さないこと逃げ出さないこと信じ抜くことダメになりそうな時それが一番大事。負けないこと投げ出さないこと逃げ出さないこと信じ抜くこと涙見せてもいいよ、それを忘れなければ。高価な墓石を建てるより安くても生きてる方が素晴らしい。ここにいるだけで傷ついてる人はいるけど、散々わがまま言った後、あなたへの思いは変わらないけど、見えてる優しさに時折負けそうになる。ここにあなたがいないのが寂しいのじゃなくて、ここにあなたがいないと思うことが寂しい。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。こうからニットをあげるより、下手でも手で編んだ方が美しい。ここにないものを信じれるかどうかにある。今は遠くに離れてる。それでも生きていればいつかは会える。でも傷つかぬように嘘は繰り返される。ここにあなたがいないのが切ないのじゃなくて、ここにあなたがいないと思うことが切ない。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、涙見せてもいいよ、それを忘れなければ。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメ、涙見せてもいいよ、それを忘れなければ。ラムラーズバンドでしたね。はい。この辺で大丈夫もね、YouTube でライブ配信したいと思いますね。今日帰るという方ね。でもまだ、朝仕事だからさ。今日はね、帰ってくるんないな、野球にな。仕事終わったとね、でもしょうがないね。YouTube でライブ配信ね。2022年ね。15日木曜深夜。
幸せは歩いてこないだから歩いて行くんだね。一日一歩、三日で三歩。三歩進んで二歩下がる。人生はワンツーパンチ。汗かきベストかき歩こうよ。あなたのつけた足跡にゃ、綺麗な花が咲くでしょう。腕を振って足を上げてワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。幸せの扉は狭いだからしゃがんで通るのね。百日百歩、千日千歩。ママになるしもならぬしも、人生はワンツーパンチ。明日の明日はまた明日。あなたはいつも新しい希望の虹を抱いている。腕を振って足を上げてワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。幸せの隣に行ってもわからないしもあるんだね。1年365日お違いで逃がしても、人生はワンツーパンチ。歩みを止めずに夢見よう。千里の道も一歩から始まることを信じよう。腕を振って足を上げてワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。はい、こんばんは。今夜はね、65号のマーチを歌いました。2022年9月の15日木曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつもの夜さりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。今日帰れてよかった。じゃあまずも行こうか。365号のマーチで行く。幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだね。一日3日で散歩、散歩進んで二歩下がる。人生はワンツーパンチ。汗かきベストかき歩こうよ。あなたのつけた足跡にゃ、綺麗な花が咲くでしょう。腕を振って足を上げてワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。幸せの扉は狭い、だからしゃがんで通るのね。百日百歩、千日千歩。ママになるしもならぬしも、人生はワンツーパンチ。明日の明日はまた明日。あなたはいつも新しい希望の虹を抱いている。腕を振って足を上げてワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。幸せの隣に行ってもわからないしもあるんだね。1年365日一歩違いで逃がしても、人生はワンツーパンチ。歩みを止めずに夢見よう。千里の道も一歩から始まることを信じよう。腕を振って足を上げてワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。あ、せいやさんどうもね。おぎりさんどうもね。けんこさんどうも。しろやさんどうも。出たけどね、来ちゃったんです、ね。ごめんなさい、しろやさん。電話ね、さっき出たけど、切れちゃったみたいで、どうしたんだろう、さっきね。うん。久しぶりね、しろやさんどうも。ほんと久しぶりね、どうもありがとうね。うん。遅くにありがとうね。今日は帰ってくれた。ああ。どうもありがとうね。昨日もね、ちょっとごめんなさいね。おんのしちゃったね、昨日待ちたいでね。ああ、ダメね。ごめんなさいね、昨日ね。じゃあ次これ行こうか。
心の鍵交換。細川たかしさんデビュー曲心の鍵。今度出るとで白山さん出るからね、無視してんじゃないからね、なかなかね、出れないこともあるんだよね、電車乗ってる時とかさ、ね。ごめんなさいね。私バカよね、おバカさんよね、後ろ指刺されても、あなた一人に命をかけて、耐えてきたのよ、今日まで。秋風が吹く港の街を船が出て行くように、私も旅に出るわ。明日の朝早く。私バカよね、おバカさんよね。大切な順序を悪い人だと知っていながらあげてしまったあなたに、秋風の中枯葉が一つ枝を離れるように、私も旅に出るわ。あてもないままに。私バカよね、おバカさんよね、諦めが悪いのね、一度離れた心は二度と戻らないのよ、元には。秋風が吹く冷たい空に、鳥が飛び立つように、私も旅に出るわ、一人泣きながら。心の声でした。じゃあ次これ。久しぶりフランク長さんの前に、もう遅いね、もういいになっちゃうな。でもね、しょうがないね、疲れた。どうもね、北坂もいいね。あ、せいさんどうもね。次はお前に、そばにいてくれるだけでいい、黙っていてもいいんだよ。僕のほころび縫えるのは同じ心の傷を持つお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。そばにいてくれるだけでいい。泣きたい時もここで泣け。涙を拭くのは僕だから。同じ喜び知る者はお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。そばにいてくれるだけでいい。約束をしたあの日から遠くここまで来た二人、同じ調べを歌うのはお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。はい、フランク長さんの前でした。じゃあ次はこれいこうか。愛を取り戻せ、笑顔が久しぶりに。愛を取り戻せ。久しぶりに。
セルフィングね。You are shocked! 愛で空が起きてくる。You are shocked! 俺の胸に起きてくる。熱い心を鎖で繋いでも今は無駄だよ。邪魔する奴は指先一つでダウンさ。You are shocked! 愛で鼓動早くなる。You are shocked! 俺の鼓動早くなる。お前求めさまよう心今熱く燃えてる。すべて溶かし無残に飛び散るはずさ。俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失った。微笑み忘れた顔など見たくはないさ。愛を取り戻せ。 You are shocked 愛で闇を切り裂いて。You are shocked 俺の闇を切り裂いて。誰も二人の安らぎ壊すことできはしないさ。引き付け合う絆は離れない。二度と俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失った。微笑み忘れた顔など見たくはないさ。愛を取り戻せ。北坂は行きましょうかね、最後ね。しないぞ。ちゃんと最後まで終わるぞね。配信やめてからね、今ね。昨日はね、あれね、パソコンの、あれ、バッテリーだけだったらね、バッテリーが落ちちゃって終わったんだね。ごめんなさいね、昨夜はね。じゃあ、北酒場。北の酒場通りには、長い髪の女が似合う。ちょっと。人よしがいい、くどかれ、上手な方がいい。今夜の恋は、タバコの先に、火をつけてくれた人。絡めた指が、定めのように、心許す。北の酒場通りには女を酔わせる恋がある。北の酒場通りには涙もろい男が似合う。ちょっと女好きがいい、瞳で口説ける方がいい。夢追い人はグラスの酒と思い出を飲み干して、破れた恋の数だけ人に優しくできる。北の酒場通りには男を泣かせる歌がある。今夜の恋はタバコの先に火をつけてくれた人。絡めた指が定めのように心許す。北の酒場通りには女を酔わせる恋がある。あ、かぎむろさんどうもね。でも寝ちゃってごめんなさいね、女しちゃってね。うん、歌はもう遅いから歌はこの辺にして、じゃあ今日のお夜食行こうかなね。よく明けて仕事なんでね。じゃあ目玉焼きしよう。目玉焼き出てくる。
ハイボールで行こうかな。ハイボールで乾杯。じゃあ、メダルとハイボール。こんばんは。ネツさん、どうもね。朝、そう、朝食べたやつ。うん。日焼けたうどんね。でも、お父さんもいませんよ。はい。はい、じゃあ、ハイボールどうだ。崩れちゃったけど、ベーコンエッグだ。じゃあ、ベーコンエッグね。じゃあ、ベーコンエッグで。はい、じゃあ、ベーコンエッグでハイボール、この辺で。崩れちゃったけどね。ベーコンエッグ。卵3つにベーコン、塩コショウ。はい、どうも。ん？遅かった、仕事、うん。ごめんなさい、仕事で遅くなっちゃったね。でもね、町田と野球の20代だとどうしてもね、町田でさ、ちゃんとさ、明日の仕事の用意とかしてさ、風呂も入ってさ、ちゃんと綺麗に終わらせてから、どうしても遅くなっちゃうんだよね。うん、こっちメインで、両方メインみたいなもんだから。町田がメインなんだ、あそこ現住所だからさ。だから仕事が終わってアパートに帰るでしょ。そこでね、明日の準備して、洗濯もしたり、風呂入ったりして、よし、完璧にして、それで食うからさ、そろそろ遅くなっちゃうんだ、どうしてもね。そこ行かないとね、うん。ハイボール飲もうか。ほんと帰るときはね、洗濯も終わらないときにね、終電が行っちゃう場合もあって、そのとき抹茶だったりするわけね、マスクで。今日はね、仕事、ちゃんと洗濯も終わらせて、もう電車あったんで帰ってくれた。でも今日はそんな早くなかった、終わっても、10時頃だから今日終わったわ。うん。10時頃から、9時半か、10時くらいか、10時。うん。だいたい10時ぐらいか。そんな早くもないけどね。うん、でも10時に終わったからね、帰ってくれた。うん、はい、乾杯。実は10時ぐらいでしょ。ミラノベーグもね、高くて買えないよね、あれね。仕事終わって。仕事自体終わるのは、ちょっとするか。でもいろいろ、印刷が終わるのね。でもやって。うん、難しいんだよ、卵ね。卵なんかよくやったんだけど、うまくいかねえんだよな。遅いからね。
胡椒だけ。うん。ベーコンもあるからね。ベーコンの仕上げもあるから。卵もよく焼きたいんだけどね、しっかりと黄身をさ、どうしても焼けないんだよな、難しいね、意外にね、これね。もっとしっかり焼きたいんだよ、本当。難しいな。もうしっかり焼きたいんだよね、半熟、柔らかすぎるとさ、皿に移すときに崩れちゃうんだよね、こうみたいに。柔らかすぎるとさ、ね、皿に移すときに崩れちゃうんだよ。だからもうちょっと、もうちょっとしっかり焼きたいけど、うまく焼けないんだよな、これ。どうしたの？フライパンに置いて焦げちゃうからさ、難しくてね。ちょうどいいね、この濃厚さがたまんないね。君の濃厚さとね、ベーコンと絡めてね、うまいよね、これね。うん。ベーコンしょ、やっぱ。ベーコン普通に買うとうまいね、あ、普通のスーパーのね。長いやつね。ローソンストアです。ハーフの安いのだけど、あれよりやっぱり普通のスーパーのベーコンの方がいいね。やっぱりね、で長いやつね。美味しくない、うん、そうか、好みのもんだよね。キャンプですね。テントアーク、今テントアークですね、うん。キャンプって出会いって意味だからね、テントアーク、そうよ、うん。だから反応があれば早くね、キャンプできるようにテントアークできるようにしてほしいね。反応が一応アウトドアできちゃったんだよね、ね、あれ、いろいろあったけどさ。有料でもいいからさ、僕、反応があれば僕、テントアークできるようにしてほしい、僕。焚き火マンガつく。もう焚き火なんか使わなくてもいいよ、もう、炭とかね。ガスバーナーとかだけで十分だから、僕。テントアークしたんだよ、僕。うん、それで僕はあれ、愛知県だっか、そこの桃太郎公園、羨ましい。炭、うん、とか焚き火全面禁止でもさ、テントアークできるもんね。あれね、早く反応から回してほしいな、僕。こっちは大丈夫みたいよね、見てニュース聞いてると。九州とか大変みたいね、九州。九州に上陸した後、日本海側が沿って進むみたいだから。でもこっち、太平洋側はそうじゃないみたいね。でもどうだろうね。これね、今度いつかね、やりたいね、あ、行っちゃう。連休が続くときね、あれ、精神上チップ使ってさ、愛知の桃太郎公園とかさ、あとその後、京都の笠置とかさ、回りたいね。ちょうどできると思うんだ、距離的にね。うん。笠置と京都の、ね、そう、一泊ずつしてさ、帰ってきていいね、それで。群馬は最近できないな、いいぞ、群馬で行ったのはね、砂吹キャンプ場で、あそこはもう予約制になっちゃったしね。うん、県外はできないな。県内在住者のみだしね、あそこ確か。ああ。唯一でやってた、スノーキャンプ場がね、あんなじゃって。でもね、うん。そうだけど、それはね、愛知県の、ね、高山線だっけ、高山線のね、なんとか駅とかで、遊園地の名前っぽい駅が最寄りみたいな、ミシュランベッドね、高山線。どうも、河原だが、ね。桃太郎伝説いろいろあるからね、いろいろ調べればね。うん、桃太郎伝説いろいろあるからね。
そういう名前で、ね、遊園地の名前みたいなやつ、こう。それが最寄りなんだよね。変わってませんよ。変わってませんよ。犬山線だっけ？あ、犬山線か。その近くに高山線だっけ？ JR の。高山線もあるんだよね。どっちでもいいんだよ、確かね。近くに高山線ある。18切符だったら高山線だと思うんだ。高山線。ね。そうだよね、確かに。地図見たらわかるよね、あれ。近くにあるよね、高山線もね。名鉄の方が近いと思うんだけどね。ちょっとある。でもそんな離れないもんね。高山線の方もね。18切符使うんだったらね、高山線。あ、よかった。あさやさん、どうもね。あ、それわかる。それまで僕、死ぬし、計算したのあるよね。この間さ、四国行くと帰りに寄ろうかなと思ったら、時間で無理だったなと思って、諦めた。あれ来ろうかな。でもね、18切符使うんだったら JR じゃないとね。大体そうだよね、みんなね。人通ってるそこってさ、JR 回ってもさ、ね、JR 単線なんだよね。千葉もそうだもんね、あれ。県だって京成がほとんど大変だもんな、JR。成田線とかな、みんな。手軽でいいんだ、あれだってね。5日間で1万2050円だもんね。このじゃ四国行くんだったら、四国だったら普通乗車券買ってもね、1万2000、3000円かかっちゃうからね、普通乗車券で。片道だけでさ、ね。それだけでさ、往復できたんだもんね。それ思えば手軽だよね。ちなみに高速バスでも東京から行くとね、1万ぐらい行っちゃうからね。四国だったらさ。東京からだったらね、そんな感じだ。そうよ。確かね、8000円か9000円、損害結構すんだ、あれ。1万しないんだ、確か。四国になるとね。大阪市内だったらさ、あれ。高速バスで4、5000円だけどね。新宿のキープいいな。あと、京都笠置も行ってみたいな、あそこね。一回ね、あそこ、有名どころね。行きたいのがいっぱいあるんだよな。米国行くか。京都の笠置キャンプ場。よく女の子よく行ってるか、大阪の女の子よく行ってるとこね。あそこ見てみたい、僕。ね、でもそんな時間もないからね。まず今度、今年の年末はまた四国行くからね、四国。年越しは四国の例の北条鹿島。大丈夫、あそこ、鹿島行くよ、鹿島。あそこいいよな、鹿島な、一回行ったけど。まだ多いだって。東北だって僕、宮城県しか行ってないもん、東北は。宮城県より上いないから。宮城県より上ない。新潟行ったな、あれ T シャツやとしてね。わかんない、ごめんなさい、その。行ったことないとこいっぱいあるよ、本当。まずないし、今回あれ、岡山から逆に四国行ったからさ。岡山から西側行ってないからね、行ったことない。岡山西側。山口とかさ、広島とかさ、全然ないし、行ったこと。あそこ行ってみたいな、あそこね、あれね。行ってみたいなね、あれ。山陰だっけ、裏日本のあれ。
下畑電鉄あんじゃん。あっちの方行ってみたいね、僕、鉄道好きの一人として。なるよね、あれ、山陽電鉄の、山陽の方、山陰か山陰の方に。電鉄ね。あの映画の舞台になったんでしょ、あれ。中井貴一さんが主演でさ。宍道湖の周りもあるんだからね。いっぱいあるよ、行きたいとこは。行きたいとこいっぱいあるけど、それ行っても行けるわけないよな。僕も言ったって、松山駅行ってないからね、僕。松山駅のずっと手前で、松山って結構、市内はでかいからね、松山市ってさ。結構大きい市なんだ、あそこの松山市だから。松山市でも上の方だからね、あれ。伊予北条っていう駅ってね、あそこ最寄りの。で、松山って言ったらさ、松山駅前の道後温泉とか有名だけどね、全然そっち行くとは全然離れてからね。松山市って言ってもあそこ、鹿島はね。全然松山駅も行ったけど、まあ、キャンプをしたいが目的なんで、なかなかね、いいやって感じになっちゃう。夏場だったらあれ行きたいな、あれな。高松の駅からでもね、船乗ってね、行け、八重出口、島あんだよね、あれ。あそこはね、その島はね、冬場できないんだ、あれ。鹿島はね、冬場できるけどさ、だから行くんだったら夏場だな、あれ。鹿島で一泊した後またぐるっと高松来て、高松あるよね、調べれば分かると思うよ、高松の駅から。あ、高松もさ、あれ、瀬戸内海近いからさ、そっから船で行くとこね、あんだよね、八重出口島ね。あれ、完全は瀬戸内海か。あれも行ってみたいなと思った。でもあそこは冬はできないみたいね。今回は、あれ、お盆休みに鹿島に行ってさ、島キャンプでいろいろ検索しちゃってね、いろいろあるんだよね、ほんとね。愛媛も他にもね、鹿島の他にもいろいろあるんだよね、島のキャンプ場とかね。よかった。でも鹿島手頃でいいな、近いしね。鹿島近くていいしね。都線の案内はあれ、あの子なの、吉本の美少女芸人なの子、友近さんね。かわいいなの子ね。あの子、美少女だよね、あの女の子ね。友近っていう女の子いるよね、吉本の女の子ね。かわいいなの子ね。あの子はね、アナウンスの流れんだ、あれの。僕からそんな変わんないの、そっちに。僕ほぼ同じじゃん、そんな変わんないやろ。だから。僕からさ、ババアって感じはしないな。かわいいな、あの子ね。ああいう子好きだな。あの子はね、鹿島に行く途中の流れてるな、あの子のアナウンスはね。四国の出身だからね、でもそれまで、ね。女の子の芸人で一個も可愛いよね、みんなね。可愛いんだよね、みんな。いるよね、もう可愛い子ね。三女の大島美幸ちゃんとかね、結構ね。普通にさ、AKB にいてもおかしくないもんね、あれね。でもまあ、アイドル路線じゃなくて、あっちに切ったのがやっぱね、賢いんだろうな、あいつはね、お笑いやってる女の子はね。アイドルでさ、あれ、持たないもんね、あれね。お笑い系の方だったらさ、結構ね、そういうふうに言うもんね。タビじゃない、あの子かわいいじゃん、ショートカットで。
タイプって言ったら、まあ、別に。特別にみんな、そこそこ可愛い子はみんなタイプよ。特別にないよ、別に。ピンクはババアだから、いいです。タイプ以前の問題よ、ババアはね。もうないや。もうちょっと若い子がいい。ハリセンボンのさ、もそうじゃ今度春のちゃんも結構いかがと可愛いよね、あれ。ネタとしてはさ、あれ。あんな風やってくるさ、あれね。ね、でも普通に可愛いと思うよ、あの子も。今度春のちゃん。今度春のちゃんね。ネタとしてさ、角野卓造似てるとかやってるけどさ、あれ。かわいいよね、あの子もね。みんなかわいいよ、女の子。若い子みんなかわいい。じゃあもう一本持っとこうかな。ああ、もういいやね。しょうもないしない。まだベーコンがあるからさ。じゃあもう一本持っとこうか。今日ハイボール2本飲んで。まあ2本飲むと危ないんだよ、ないですもんな。2本目ドライ行くよ。2本目ドライ。いやでもほんと、こうやって腰下ろすの楽だよな、いつも。あの子ちゃん、あの子はね。背広じゃないよ。だから、焼酎ハイボール？ドライにドライね。昨日と一緒だね。一番飲みやすいんだからね。やっぱね、普通の焼酎だからさ。一番飲みやすい。ウォッカ飲んでる人いいんだけど、僕、ウォッカのは飲み慣れないからね、ウォッカのってあれ。それはしょうがない、焼酎だからね。そういう人よりもさ、ね、宝のこれでも、このシリーズでもさ、あれ、いろんな味あるでしょ、あれ。釣れるとよかった、今度。釣れるとね、まだ夏場だから今度も釣れるやろうし。年間使ったやつね。あ、でもみんな上がってからね、みんな。ないね、みんな上がってから。以前なんかそうだもんね、以前220あったのがさ、200g とかね、量を減らしてから、まあ、ぎっしょ値上げだよね。うどんもそうだ、ゆでうどんね、あれ。220g あったのに、今 200g だもんね、今。3食のは一応180だからな、あれね。安いようだけど、3食3玉入ってうどんね、あれ。一食180だもんね、今。あれ、きいさ。まだ一食の方が、でもそれぞれ200だからな、今な。みんな値上げだ、しょうがないよな、ほんとな。値上げ以前の問題で、日本はさ、消費税、その前、消費税値上げの方が痛い、僕と消費税。8%だったら、すごい、なんかすごいよね、あれね。一気に、ね、5%比べるとさ、そう思うよ、あれ。5%こそ8%比べるとさ、ね、すごいね。あれ、だからその点やっぱ、あれなんだっけ、税込み値段で消費してほしいよね、スーパーなんかね。税込み。前もって心準備ね、そう思わないか、あれ。税率高かったら怖いもんだ、あれね。
でもまだそんな、そんな、あの低くな生存、そんなこと出てこないよね。さんおめでとうね。せめて4%超してほしい。なんで安倍政権の一番最大のミスだよな、考えたら。なんでそれしちゃうんだ、バカみたいにな、あんな。さあ、あんな、お金配るんじゃなくてさ、消費税をね、先すりゃいいのに、その方が一番いいでしょ、あんなもん。景気対策作るんだったらさ。低収入世帯にさ、現金配るとか、ぐだらね。なんで消費税？消費税をさ、減税するのが一番じゃん、3%ですから、4%にさ、ね。そうだ、あんな。お金ばらまくのが、なんすんの、あれ、おかしいよ、なんなの、あんなやつ。お金、使わない、溜め込んじゃうにしまってんじゃんの、配ったから。消費税で節税した方がみんな買い物するし、3%戻してほしい、初心に帰ってさ、一番最初は。以前にさ、配ったところでそんなの溜め込むに決まってんじゃん、なの。お金、現金やったらさ。使うわけねえんだから。景気対策だとやっぱり消費税の減税しかないじゃん。みんな言ってんもんね、ニュースなんかでもな、あれ、みんな。でも国は絶対下げてんだよな、消費税。無理やり100%、もう10%、まあ、いっぱい食事に10%だね。まあね。まだよな。団塊世代が多いからね。定年退職してもう働かない世代が一番多いんだもん、今ね。そうでしょう、日本。団塊世代が圧倒的に多いんだもんな。あの世代からさ、税金取るんだったらね。消費税のような大型間接税じゃないとね、そうでしょ？ねえ、だからそれ考えたらね、もう、団塊世代はもうほとんど働いてないもんね、ほとんどね。違いますよ、世代のね。生活保護じゃないよ。最近ニュースも笑っちゃったのあれだよね、あれ。オリンピック絡みの汚職があった、あれ、あった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 でしょ、スポンサーの、どのこので。捕まる人みんな老人なのが笑っちゃったね、あれ。70代のね。みんなそうでしょ、あれ。高橋さんとかさ、あれ。加藤川さんとかみんなね、70とか、そんな。老人ばかつく。老人だからだろうな、ね。笑っちゃったあれ。持ってないよ。笑っちゃったさ、みんな、そうでしょあれ。角川の会長とかさ、高橋ちゃんとかさ、みんなそう。老人ばっかね。茂木さんもそう。なんか笑っちゃったな、あれ。しょうがないね。ごいな、老人でもすごいなって。お食事するようですよ、だからさ、結構すごいなと思ってね。そうね、でもいいじゃない、それまで、その年も生きてくればさ、どうせ死ぬんだから、どうせ、何やってみつか死ぬんだから、どうせ。収集は難しいんだよな、あれね、結局。なんでなんかね、何か。
長の敵だからな、あれね。しょうがない、誰も困んないしょうがないじゃん、あれ。お金のある人たちでやってんだから。でも、ああいうことがあるから、結局、ね、あれなんだっけ。運営費も予定上がるんだろうね、きっとね。上司でしょうがないんだ、そういうのね。だからそう。計画前に入れてお金が上がっちゃうわけやなんだっけ。すいませんよ。お母さんはしてませんよ。借りたこともないよ、僕は。一切ない。借りたこと一回行かないよ。ね。そう。僕は、で、入ってくるもんだけやってるからね。金借りるとき、ニューラジオとか聞いてるとさ、笑っちゃうけど、本当かな？作り物が思うな、あれ。過払い金とかよくやってるよね、ラジオとかでさ。こんな借りてる人間いるのかねって僕には信じらんない。僕一回も借りたことねえからさ。そんな世の中の人ってそんな金借りてんのかとか思って。カバラー金とかあってさ。僕一回、いかがでそんな。弁護士事務所でよく宣伝やってるよね、あれ。カバラー金請求とかでさ。そんないるのかと思って。電話したことは結局ダメだったね。実は根本的にお金かけたことねえからさ、カバラ金を存在しないもん、僕。羨ましい。どんな人でもさ、よくラジオ CM とかやってるよね、あれ。どんな人でもわかんないから、まあ、人まで電話確認、僕電話したことあるよ。かけたこと全くないから。あるわけない。かけたこと一回もないから、カバラ金なんかあるわけないよね。言ってませんよ、そのことはね。しないね。サンマっていうのよくさ、あれ、エロ系雑誌よく出てたよね、エロ系の雑誌にね。それは知ってるけど、名前。エロ系の雑誌によく載ってるの、サンマってやつだね。だから僕はね、借りたこと一回もない。みだらな思いだから僕は本当。お金もないもんな。今、カバラ金があるんだよね。昔そうだったからね。あれが以上だね。遡って、それね。4年入りで返した人は、帰ってくるってやつ。しませんよ。金借りる気がして、僕の親はそうだったからね、金、いつ買えなかったか、ね、その影響だろうね、うちは。うちの親はすごいね、あれ。この家でもさ、現金で買った家も今いる、この家ね、時々のこの家だって、一切借りないで買ったって言ってたもんな、あれ。うちの親は、そういう借金の嫌いだから。すごいと思うよ、本当ほな。ベンガルって僕、トラウマでベンガルって。ベンガルとトラウマだよね、ベンガルトラね。そんな関係あるのかな？ベンガルトとね、ベンガルトラね。トラね、有名だよね、ベンガルって。不倫はしょうがないよね。最近有名人じゃなんだっけ。藤井隆さんってあんま聞かないね、不倫とかね、あの人ね。藤井隆さん。
まくやってんのかな、バレないようにね。あんまなんだよ、藤井隆さんって。藤井ネタないね、あの人ね。アムロじゃないよ。スマトラと、ね、スマトラが来てるからね。まあ、もう2時半じゃねえか。もう終わんないぞ。喉狭い。配線気になってないよ。そうちゃんとね、そうね、家庭を守りながらやってる分にはさ、家庭をおろそかにしたら、さ、まずいと思うけどさ、ちゃんと、妻子のいる人はさ、ちゃんとね、奥さんに子供にはさ、不何に不自由な普通に生活を送って、上で不倫してきてればいいと思うよ。でもね、なかなか難しいからね、あれね、ちゃんと家庭生活を普通に送った上で、不倫ができるならいいと思うね、それ。そんなことないですよ。同じ服は毎日着てませんね。嘘つかないでくださいね。次はバレちゃって、そう。なんでバレなかなか、そう。ジャクシーさん、どうもね、おはようなんだ。もうこれが寝るんだけどね。今日はね、ベーコンエッグでした、ベーコンエッグ。もう、あらかた食べた。いい感じね、2時半だ、今日は5時入りなんだよね、今ね。今日木曜深夜だから。ああ、こんばんは、パーさんどうもね。もうあるけどね、今日はね、ベーコンエッグでハイボールね。仕事行く、もう2時半、2時から3時に3時からしたら仕事か。若い子かわいいもんな、しょうがない。若い子かわいいよね、若い子ね。若い女の子のさ、短パンから出た、ね、太ももとかで見てるとたまんないもんな。いいね、若い女の子とかね、短パンとかさ、履いててさ、うんとかわいい、ほんと見てるとかわいいよ、ほんと、若い子の短パンがたまんない。だからあれな、阪急電車っていう映画ね、あれ。阪急電車っていう映画で、あれね、あの子ね、エリカちゃんね、確かなんだっけ、あの子ですね、あれ。かわいいね、あれね。最後の短パンはたまんないよな、ほんとね。魅惑だよな。若い女の子ね。可愛い。若い子は可愛いよ、みんな。年取るとね、だんだん。若い子来ないよ、みんな。大竹しのぶちゃんもさ、今はじゃあおばあちゃんになっちゃうけどさ、ね、今大竹しのぶちゃんね。今おばあちゃんだけどさ、男女7人の頃可愛かったもんね。
だから、いや、ほんと、桃かやぐだっけ、名前ね。ぶちゃん、かわいいな、ほんと。ほんと、今、ほんと、おばあさんだ、おばあちゃんだよな、あれな、しょうがないでね、でもな。大竹しのぶちゃん、ね、ほんと、男女七人でるところ、かわいかった。今、もう、そんな、年齢も30、そういう、あだ、当然よね、かわいいじゃん、あの子、かわいいよね、あの子ね。頃のね、男女7人の頃可愛かった。ねえ、今のちゃんももう30だもんな、そりゃばあさんになるよな。娘も30だもん、あの後は生まれたそうでしょ、娘も30だもんね。そりゃばあさんになるよね、しのぶちゃんも。あんな可愛かったしのぶちゃんもね、そりゃばあさんになる。しょうがないね、目を閉じてるとね。今のちゃん何やってんのかな、今のあの子ね。あの子可愛いと思う、やっぱね、しのぶちゃんの娘だもんな。いいな、あの子もね、若い子がみんな可愛い。今日はこれで終わろうかな。堀江しのぶはあれ、毎度お騒がせしますでさ、あれ。日野代子の娘役だった女子だよね、堀江しのぶちゃんね。毎度お騒がせしますで。小野寺明さんと日野代子の娘役でね。堀江しのぶちゃん。弟が木村和也ね、あれ。じゃあ最後にリンゴさせていただきます。おやすみなさいね。じゃあリンゴさせていただきますで締めようかな、最後ね。悲しいね、悲しいね。殺人現場にリンゴが落ちていた。ガブリとかじった歯型がついていた。捜査一課の腕利きたちも、鑑識課員も頭をひねってた。塵に浮かんだ。真っ赤なリンゴ、謎が謎を呼ぶ殺人事件。パイプ加えて探偵登場。ふに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 、男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 、後を絶たない。悲しいね。悲しいね。肌に三つの虫歯の跡がある。キャンディーズ来たとニラの探偵は。張り込み、尾行を続け、こいつと信じた男をおびき出す。闇に紛れて大きな男、やってきました、殺人現場。パイプ加えて探偵失神。
ふに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 、男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 後を絶たない。悲しいね、悲しいね。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 後を絶たない。悲しいね、悲しいね。はい、最後はリンゴ殺人事件でしたね。おやすみなさいね。また明日ね、ありがとうね、皆さん、どうもね、ユーハーさん、どうもね、お疲れ、ありがとうね、どうもね。